さん AKB48 3月4日リリースのグリーンフラッシュ、はいはい、まあちょっとあの本当今日せっかく来ていただいたんでもっとお話聞きたいんでね、あの喋っちゃいますけども、はいはい、はい、来ましたねグリーンフラッシュ、はい、これグリーンフラッシュっていうのはあのちょっとリスナーの皆さんに説明していただいてもよろしいですか。はい、あの夕日が落ちる時に、うん、こう一瞬だけ緑の光が見える時がある、はい、それをこう題材に、あとそういう映画も緑色の光線っていう映画も元になっていて、うん、はい、新潟県も日本海がありまして、はいはい、実は夕日が沈むんですよ。あ、その瞬間グリーンフラッシュも新潟県のこの日本海でも見ることができます、運が良ければ。おお、すごい。ただ僕はまだ見たことないです。でもスタッフの中では何回か見たことある人がいまして、まあ、その後幸せになったかどうかは別なんですけどでもね、あの見れるんですよ新潟でも。だからちょっとすごくこのグリーンフラッシュって聞いて、要は夕日が沈むから、はい、僕ら新潟県民はねちょっと嬉しいの。おー、よくぞこれシングルしてくれた、はい、そういう思いで今日皆さんお越しをお待ちしておりましたけども、よかったね。さて、あの今日はね、あのメッセージもたくさん届いてるんですが、先月驚きました僕ら新潟県民、はい、もちろん皆さんもそうかもしれませんけども、あの新潟県を拠点に活動する AKB48 の新グループ NGT48 誕生ということなんですが、これ聞いた瞬間 どんな風に思われました皆さん。びっくりです。びっくり。今ってすごい、うん、あの地方のグループの勢いがすごいんですよ、ね、はいはいはい、なんで多分、うん、その NGT48 も勢いがすごい子がいっぱい入ってくるんじゃないかなって思うと、うん、すごいなんか AKB48 としては不安な気持ちもあるんですけど、うん、いい刺激になるんじゃないかなっていう、思いますね。そうですよね。メッセージもね届いてます、はい、新潟市東区ジュリーさん、女性の方ですが、はい、実は私 NGT48 のオーディションを受けるために2月からダンスレッスンでジム通ってるんですが、すごい、オーディションで自分をアピールする方法とかありますか、あと年齢が20歳なんですけど大丈夫ですか、あ、うん、こういう方もいらっしゃると思うんです、はい、なんかこう今ラジオを聞いていて、もしくは録音をしてまた聞くと思うんですけど、うん、オーディション受けたいなと思ってる方、なんかアドバイスありませんか。アドバイス、はい、そうですね、まあ、NGT がそうかは分かんないんですけど、うん、AKB はもう歌もダンスも全然やったことないっていう子がたくさんいるので、うん、私も実際そうだったので、はい、柏木さんもそうだったんですか。私全くだったんですけど、うん、それでも入れるのがこの AKB グループですし、入ってからの努力次第でってところもありますし、うん、NGT48 っていうと一期生になるので、うん、ぜひこ う、ね、グループを背負って新しくグループを作っていきたいっていう、こう思いの強い子が来てくれればすごく嬉しいなと思っております。太さんどうですか。いや、私もオーディションの時、うん、歌は全然歌えなくてダンスも踊れなくて突っ立ってて、うん、でもここにいるので誰でもチャンスがあるんですよ。いろいろ運とかもあるかもしれないし、うん、まあ入ってから頑張れば大丈夫だと思います。川本さんいかがですか。私も一回 AKB のオーディション落ちてるんですよ、うん、だからなんかこう努力次第できっと入れると思うので、諦めないでチャレンジしてほしいなと思います。はい、大和田さんは。はい、私もダンスほぼ未経験で全然できなかったので、もう全然チャレンジして頑張ってもらいたいと思います。これね、まあ、本人たち今ラジオ聞いてる、はい、あの学生さんとか、まあ、20歳ぐらいの方もそうなんですけど、親御さん両親とかがね、うちの娘をみたいな考えてる人いっぱいいるのよ。すごい、うん、だからかなりねこの NGT48 盛り上がると思うので、ぜひよろしくお願いします。それではあのそうそうお時間となってきました。あの、はい、新潟のリスナーにお一人ずつメッセージお願いします。はい、新潟県に NGT48 が誕生するということで、私もびっくりしたんですけど一緒に頑張っていきたいと思うので、新潟県も一緒に盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。大和田さんありがとうございました。はい、川本さんありがとうございます。はい、この新潟県はすごいいろんな有名なものもあるし、グリーンフラッシュも見れるということなので、うん、すごくいいところだなと思うんですけど、その NGT48 で新しいオーディションがあるので、入りたいと思っている方はぜひこうなんていうんですか、諦めないで応募してほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。加藤玲奈さん。はい、あと新潟は、まあ、遠いので、まあ、劇場とかに来ていただく機会も少ないかもしれないんですけれども、
マイケル B48 が新潟に訪れた時は温かく見守ってほしいなって思うのと、ぜひ AKB の劇場にも足を運んでいただけたらなと思います、はい、新幹線でね1時間40分ぐらいで行きますから。あ、じゃあ、はい、来れますね、はい、大丈夫です、はい、柏木由紀さんお願いします、はい、今回 NGT48 ができるということで、また来月3月に、うん、あの日程決まってないんですけど、はい、また AKB のメンバーが新潟に来ることが決まっているので、本当ですか、ぜひその時はまたのメンバーを楽しみにしていただけたら嬉しいな、皆さん、ね、待ってますから、皆さんね、またぜひ来てください、はい、で今日はプレゼントでサイン入りポスター3名様にいただいております、ありがとうございます。で今日はこの後 FM 新潟あの6時台サウンドスプラッシュ、今度サテライトスタジオで、はい、今もうね50人ぐらい待ってるらしいよ、これも聞いてるの今、ええ、はい、なのであの皆さんがもうファンの皆さんに囲まれながらの生放送になりますので、後ほどまたよろしくお願いします。お願いします。AKB48 から柏木由紀さん、加藤玲奈さん、川本沙耶さん、大和田奈々さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。